東金尾り街道は、千葉県船橋市本町から道県東金市田間、道県三部市、小松までの約 37km をほぼ一直線に結んでいる街道である。なお東金市田間から三部市、小松までの部分は砂押し街道と呼ばれる。徳川家康が九十九里方面での高刈りのために、 土井都市活に命じて、慶長19年正月から数ヶ月間かけて、玄長元年11月に完成した街道である。この由来により、権限道という故障がある。四国短期間の後期で作られたとする伝承があり、沿道の村々の農民たちが、国高に応じて借り出され、三日三番で作られたとか、昼は白旗、夜は長蝶縮を掲げて、 昼夜健行で工事が行われ、一晩のうちに完成したなどの伝承から、小鎮街道や、人よ街道とも呼ばれる。従来は、慶長18年12月12日に着工し、翌慶長19年1月7日に完成したとされて、きたが、柳瀬雄一によれば、実際は、慶長19年正月に着工し、 数ヶ月間かけて、現長年11月に完成したことが資料などから確認されるという。なお、東金市田間から三部市、小松までの部分は、砂押し街道、あるいは尾じ新道と呼ばれ、別のものかつ、後から造成されたような印象を受けるが、実際には三部市、小松までを含めた尾じ街道全体が、同時に造成された。道中には、 将軍が休息、宿泊するための施設として、船橋御殿、千葉御茶屋御殿、千葉御殿、東金御殿、土家御殿が作られた。千葉御茶屋御殿と千葉御殿は別の物件であり、現在の千葉市内には、御殿が2カ所存在していた。本歩行文によると、家康が、東金おなり街道を、初めて利用したのは、慶長19年正月9日で、その後、 秀忠や県大納言時代の家光もこの街道を利用したとされる。これに対して、奈良市の志史第一貫通事編は、徳川三木によると、徳川家康は、高刈りで違う道を使用していることがわかるので、家康は、現長年11月の2回目の高刈りで初めて、東金をなり街道を使用したと指摘した。柳瀬雄一は、徳川三木に見える、千葉を、 千葉御茶屋御殿ではなく、そのまま千葉内し千葉御殿と考えると、千葉から土家を経由して、東金を往復していたことがわかり、東金を成り街道を使用しておらず、千葉御茶屋御殿も利用していないことから、慶長19年の段階で東金を成り街道は、完成しておらず、家康は、千葉から土家街道を経て、大網を通って、東金に入ったとする。 東金おなり街道を家康が、初めて使用したのは、元那元年からであるとし、本土公文の説を疑問視している。その後、官営7年を最後に、九十九里方面での高刈りは行われなくなり、漢文11年頃には三つの御殿も取り壊しになったが、東金御殿、御茶屋御殿ともに一区と伝わる建物が現存している。本は2014年10月25日に、 八幡市中央公民館に開称、仲介議室で開催された八幡歴史講演会、おなり街道と八幡において、当時は、まだ生きるか死ぬかの戦国時代の延長であったことを、考慮に入れると、短期間で作り上げられたという方が正しいのでは、ないかと思われます。と、従来からの実説を繰り返しているが、奈良市の志士の記述や柳説説に対する、具体的な反論はできずにいる。 なお、将軍の身の安全のために、東金へのルートは固定されておらず、東金おなり街道を常に使用したわけではない。東金へは他にも東金街道や、土家街道といった複数のルートがあった。明治維新五角所で分断されたが、船橋から、千葉市稲毛黒っぽ町の陸上自衛隊士もしず、駐屯地の前までが、軍事国道徳一号の指定を経て、 千葉県道69号長沼船橋線及び千葉県道66号浜の四街道長沼線の一部として現存している若葉区若松町釜池交差点付近から再び現れ総武本線釜池踏切を過ぎた後は右手に住宅街を望みながら国道51号若松町交差点に着く線状大付近では住宅街の中心を通るが おなり台一丁目交差点を過ぎると急に道幅が狭くなり、センターラインが消え、谷を越える。しばらくすると、2015年に開通した振動があるが、左折し、金地下町交差点へと進む。その後千葉県道53号と重複し、5点入り口で右折し、千葉県道66号、富田入り口交差点へ着く。八街市内の一部は、 尾成街道跡として、市指定の史跡となっている。八幡市田木台から東金へ至る経路は、現在不明になっているが、東金市田間から、三部市、小松までも千葉県道124号緑、海東金線として現存している。ありがとうございます。